よろしくお願いします。本日はエロ謎かけクイズをやりたいと思います。はい、我々は自らやりたいって言ったわけじゃないっていうことをちゃんと例えばそうしよう、今日何やるんですかってエロ謎かけです言われただけなんで、我々がやろうとしてるわけじゃない。求めてんだよ多分ね。そうエロ本当岡間といえばエロいことを話すっていう偏見なんだよねこれ。ちゃんと責任持って今度ねエロいことを、ね、ちょっとさせてやってもらわないとね。本当だよ。どうなのよそれは。ちょっと今日じゃあやらない。これ高次第で。これ高次第で。転がしてきやがった。だよ。いいお題出せよ。あれが欲しいな。ご褒美。フォーエグザンポルみたいな。確かに確かに。ちょっと初めてだ。フォーエグザンポルで通じる、うん、みんなすごいな。フォーエグザンポル。普通の謎かけで出しますと目玉焼きとかけまして大好きな恋人と解きます。待ってなんで？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 考えるんやろ。そうそう。その心はを考えます。ね、わかん全くわかんない。目玉焼きと解きまして大好きな。目玉焼きとかけまして大好きな。君が好きでしょ。あ、まあ惜しい惜しい。君が中心です。あー、なるほどね。みたいな感じで何々とかけまして何々と解きますまでは言うので、その心は皆さんに当ててもらうという。それで私がまず問題を出します。エロいバージョン。え？失礼した。お寺の鐘とかけまして、こと解きます。その心は。お寺の鐘とかけまして。よくなるでしょうとかそんなあれ違う。違います。どんどん大きくなるでしょう。違います。よくつくでしょう。ああそう、こういうパターンを出してくるんやろ。まあそうです。なるほどね。オッケー。じゃあ、ね、激しい動きとかけまして大丈夫かこれ。いや大丈夫。待って待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ね、これみんなのアルバイトっていうチャンネルだよね。アルバイトと関係あるの？関係ないから。動きとか言っていいんですか？ちなみにこれもコキは入らないのね。絶対手なのね。まあそうですね。まあいいよ、行きましょう。ちょっといいよ。まあ激しいがポイント。激しいとかけまして誕生日ケーキと解きます。その心はどちらもほにゃららでしょう。よく吹くでしょう。あーおじよく吹く。どうやって吹くの？誕生日ケーキろうそくを吹くと あれじゃめっちゃいい。なるほどね。普通のケーキでもいいわけだもんね。誕生日ってことはもうそういうことよね。でも激しくやからね、ただのキじゃないから。っていうことは塩を吹くでしょう。違います。違うの？ろうそくが関係あるの？関係ありそうやね。よく吹くって今いいじゃん、当たってるやん。摩擦で熱くなるとかそっち系。火が熱い。火傷するでしょ、はいはい、激しくさ、キされたことある？激しくどのぐらいですか？いやあんま好きじゃないので、いつも優しくやってもらってます。やってもらってるかどうか聞いてねえんだ。今ちょっと見せようとして自慢してくんじゃねえ、さりげなく。熱くなると吹くでしょう。ろうそく吹くでしょう。違います。火を吹くでしょう。息を吐くでしょう。あー、違う違う。吹く。息を吹く。吹きかける。息が激しくなる。違う違う違う。もっと縮めて。行く。行くでしょう。惜しい惜しい。行きたい。下がるでしょう。息を吹くでしょう。息するでしょう。違う違う違う。息をどうする？吐くではなくて。吹く。違う。かける。息。息かけるでしょう。そう、正解正解正解。息かけるでしょう。まあいいよ、次行こう。息かけるんじゃなくてもう行くのよ。激しいの、あいつは。絶対行くやん。やだね、これだからのんけは。こんな言葉を楽しくて。喜んでんだもん、骨で、ね。ご自身で考えたんですか？ネットから拾ってきました。あ、なるほどね、はい。ちなみにあなたの職業は何ですか？どこの会社にお勤めですか？ごめんない。最近役職が上がったらしい。あら、あら。いや、役職給料ちょっと上がったんでしょ？はい、上がりました。皆さんのおかげです。そんなことやってるやつが会社のお金で給料をもらってる中激しい君がのあれを考えてるっていうのはここの社長は許してんのね。あとで給料また下がったらどうするの？動画が伸びればいいんで。あ、ほんと。行きましょう。じゃあ次行きましょう。セックスとかけます。ちゃんと言いなさい。今恥ずかしがって何この文字が落ちてるんで。自分の役職を思い出して何恥ずかしがって。あ、どうぞ。役職上がった人どうぞ。ここ 隣で会議してるからさ、偉い人たちが。セックスとかけまして何と解くの？雨と解きます。その心はどちらも濡れるでしょう。濡れるでしょう。もっと、はい、セックスとかけまして雨と解きます。よく濡れるでしょうじゃないよ。よく降るでしょう。よく降るでしょう。腰を振る。まあ、まあ、ほぼ正解ですね。でも濡れるのも正しい。よく降るでしょう。よく降るし濡れるでしょう。降れば降るほど濡れるでしょう。あー、なるほどね。それさ、当てれると思う。降れば降るほど濡れるでしょうってそれは言えないよね。降れば降るほど濡れるの。雨はね、降れば降るほど濡れるけど、セックスは降るとかの問題じゃないよ。それはちょっと、まあ、それは女性のことちゃんと分かってない、カッサカサになる場合もある、うんうん、だから乾いてしまう場合もあるから。でもさ、間違った情報を発信するのは良くないよ。やっぱ男同士のセックスはさ、来られてる方はさ、我慢汁が強くなってくるわけじゃない。
なんでさ、言い終わった後にみんなの反応を加えて見てますすごい私のことこう見てくる。どうよって私やってやったわおもろいなやったよ私でもちょっと難しかったですね、今ね、はい、みんなのアルバイトセックスの、うん、またセックスなんでまた恥ずかしいの何セックスとか何聞こえない大きい声言って聞こえない届かない性行為とかけまして性行為性行為性行為ね本当に一回来るんじゃないちょっともうちょっと静かにしてもらってお偉いさんでしょお偉いさんがちょっとやめてそれはセックスと出まして、はい、冤罪と解きますその心はどちらもほにゃららでしょうそれは性行為じゃないとダメなんですかセックスじゃダメなんですかでもいいですよ冤罪っていうのはさ罪じゃなかったってことね、はい、やってないみたいなヒントいやいや冤罪セックスとかけまして冤罪冤罪は映画があったよね昔冤罪それでも僕はやってないっていう映画がね間違いがポイント間違いがそうですね間違えてた話しちゃった本当にマジでそうだよ怒られるから来たらこっちはあっちみんなにいるから対応してよ誰が対応してんのあんたが言ってたからね私ですって私もう見正解もみ消そうとしてマイク使ってあんたの言葉をお前やべ今新しく入ってくる人たちが受けてるわけでしょそうよこんな会社なんだって思われたくないよねだからマイク大きいようにしていきなり話しちゃうでも違うだって俺大きい声で答えない誤解するでしょう違いますどういうことセックスとかけまして、ヒント冤罪と解けますその心はどちらもほにゃららしましょうはい、学生様は全校規模で演説しました絶対無料無駄におしゃべりするようになったこちらもゴムをしましょうあ、予防しましょうみたいなあ、まあなんていうのそういうの否認しましょうああ正解うまい否認が大事なんだだからちょっと日本語が下手な私には難しい終わりいやまだあります続きまして、はい、アルファベットとかけまして思春期の男子と解きますその心はアルファベットが書きますアルファってあの、ボスのほら見て怒られてきたジリダさんだなんだなあ、びっくりした下ネタばっかり言ってるから怒られてるんか怒られるに来たかったアルファベットと解きまして思春期アルファベットと解くんやなアルファベットと解きまして思春期アルファベットと書きまして思春期の男子と解きますその心はホニャララの前にホニャララを覚えるでしょうセックスの前にを覚えるでしょ。エッチの前に A B C D E F G G を覚えるでしょう。正解。なるほどね。G 行為ね。え、すごいみんな。すごい。すごい。すごいね。IQ 高いね実は。あ、すごいわ。いや、全然思いつかない。IQ 高いか本当にエロいことしか考えてないから。だって一番エロいところ答えてるやんか。G って何 ？G っていうのは。あれは G 行為ね。初 G 行為。何歳あれ小3とかだ小4でも小学校よね小3、4、5歳えそれは G 行為床の中みたいな床の中みたいな優しいえそれで気づいたのそうベッドでこうあなんかここ気持ちいいみたいなまだ出ないんだよ不思議だよねでも行くどうやって気づいたんだろう行くんだけど出ないんだ女性は自転車乗ってる時だと思ってたなんかそんなに一人ね地元の友達でずっと砂利道走る女がいたのわざわざよくてってこと不思議で仕方なくて女の人のあそこはサドルに当たるのだって人はダメじゃない多分まっすぐ座ったらこの状態だと椅子に当たってる状態当たるでしょこういう風に座ると当たらない状態こうやって座って砂利道走ってる女はもういやあのだって背筋伸ばしてる人はもしかしたらこうやってるかもしれないやってるかもしれない大丈夫次あ今のアルファベットの言えたのいいなちょっと1個はでも正解したい俺ら正解したからさ気が抜けるよな1回ぐらいで正解したらね、はい、みんなのアルバイトプッチンプリンとかけましてディープキスと解きますその心はどちらも絡める違う早い惜しい舌を入れるでしょうあもう惜しい舌を絡めるでしょう、まあ、舌に絡めるが悪いんだよねまあそうそうほぼ正解です舌は絡めるでしょうああ舌は絡める、ね、あでも正解じゃんほぼ正解キャラメルの話ってあれ絡めるっていう人もいるもんね。絡めるっていうのねあれね。ちなみに絡める色素は体に悪いので色素として入ってる場合はお気をつけください。はいわかりました。次行きましょう。ノンアルコールに使用されております。色素やないか。ノンアルビールに入ってる。ノンアルビールが絡める色素使ってて体に悪いあじゃあ普通のビールより体に悪いんだ。うん。
アルコール飲みましょう。はい、次。続いて、キッチンとかけまして。何それは違う言い方してもいいの？いいですよ。例えばなんかどういう、ディック。ディックな。彼女は自宅のチンチンのことなんて言うの？一物をなんて言うの？チンチンって言うの？チンチン舐めたとかって言うと。硬くなってるって。アニメみたいな。チンチンとかけまして、しおりとときます。硬くするでしょ。お前のせいで。いいやん、それで一番いいのできたんじゃん。何もかかってねえのかかってないね。そのまま言葉にしてるだけやから白いものがかかるだけであって白いもの泣くのやめてよ。泣かないで。本気で笑った時そうやって泣くんだね。この何ヶ月間で下ネタの中で言っちゃう笑った。ロッキーの男でバカね。バカちょろいわ。もうダメだ、もう何だ。もう一回痛いヒントかけまして、そうだ、まだそのお題だったまだそこの辺だったのね。もう十分取れなかっただろうっていう気持ちにいるんだけど超えれるかな。ヒントかけまして、ドラえもんの静香ちゃんの入浴シーンと解きます。その心は挿入。違うの。よくのび太が行くでしょう。あ、のび太関係ありそうだよね。のび太さん、のび太さんのエッチでしょ。のぼせたりするでしょ。違います。頂点するでしょ。違う。のび太ちんがのってる。のび太ダジャレじゃねえか。セリフで言えばそうだろうね。静かに入るでしょう。ほにゃららにほにゃらら。静かに入浴するでしょ。入浴中に伸びるでしょう。しいですね。あ、そういう感じ。はい。お風呂場を別の言い方にしてください。よく挿入するでしょう。あ、浴槽に。浴槽。あ、もっと別の言い方。違う言い方でしょ。お風呂の風呂、バス、水場、シャワー。違います。浴室。もっと広い言い方で。もっと広い、バスルーム。違います。ソープ。ソープそれはもうテレ朝に怒られるからさ。そういうこと絡めたらな。風呂ってなんていうんやろな。脱衣所。もっと漢字二文字。湯船。温泉。他に言葉ないよ、お風呂場って。洗面。洗面台。洗面所。いや、違います。チッチンがかかってくるわけでしょ。伸びるでしょう。伸びるの。ほにゃららに伸びた。浴室がもうめっちゃ近い。皮がだから伸びるんでしょ。結構で伸びるって。よく伸びた。あ、違います。浴系だね、多分。混浴。浴室。浴槽。違います。もっと別の言い方。浴場。浴場。浴場に伸びた。浴場に伸びた。どういうこと。大浴場とかじゃないですか。わかんない。その浴場に伸びたはわかんないけど。ちっちゃい静香ちゃんの浴場。浴場して伸びるってこと。浴場に。自分も浴場で伸びるし。でやんか、ダメ。でもそれは2やろ。浴場でと2はだいぶ違うよ。浴場で伸びた。浴場に。それはちょっともうひとひねり必要やったな。浴場で伸びたね。あ、浴場で、あ、はい、一緒か。じゃあ、あ、で、でも浴場で伸びた。浴場で伸びたがいたってこと。でとは言わない。2っていうね。浴場に伸びたがいたっていう正しい日本語使わないと。ちょっとこれはしっかり来ない。ちょっと無理やり。浴場すると伸びるってこと。ちはい。何、しおりなんて言われるの。大きくなるねとは言われない。大きくなるねも言われます。え、入れてとか。いや、はい。え、なんて言われるのが一番好きなの。言われて一番興奮する、その最中に。僕まだ当たってる。ほんまに言うん。はい。しおりは奥まで当たってると言います。いらん情報。女の子と奥まで当たるのが大事なの。いや、そんなことないでしょ。あ、だから別に行ってる、行くとか気持ちいいって言ってるわけじゃない。ただ単に奥に当たってるって言ってるだけやから。でも演出もあるよね、多分。奥当たってるって言わせて興奮させる。それを言ったら興奮するでしょうっていうのは。ってことでしょ。わかるわかるわかる。だから当たる当たる当たるって言うってことですよ。お前ちょっと病院行くうちの達也が申し訳ございませんみたいな。相方が一番嫌がってんだよ。それやってる最中。こんなにやるのもうやばいから。一緒にやってる、モーテルおるよね。でもそういうやつない。はい、次、終わりですか。終わりです。終わり。